どうも、かつやしです。今日はですね、久しぶりに洋服を買って参りましたので、開封の方行きたいと思います。お決まりのユニクロでございます。ということで、えっ、ー、とね、何を買ったかって言ったら、ユニクロ U でございますね。こういった冊子もありましたので、もらってきました。えー、9月20日、20日金曜日、販売開始ということで、皆さんは何か買われましたでしょうかこれね、結構ね、見やすいんですよ。これちょっと一回見てみましょうか。今回ね、 はい。それでは、ね、ちょっとこういった感じで見てみましょうか。えっ、ー、と、ユニクロ U の2019秋冬コレクションということで、えー、9月20日金曜日、20日金曜日ですね。販売開始されました。まあ、近くの店舗がですね、大型店舗になりましたので、まあ、基本的にフルラインナップという感じですね。まあ、いろいろこういう風に載っておりますということで、えー、かっこいいですね。で、えっ、ー、とね、こちらです。 まず、メンズのウェアですね。まあ、こういったコート類も見てまいりました。やっぱりね、生地かなりしっかりしましたね。特にね、これは良かったですね。まあ、1万8000するけども、まあ、買うか買わないかは別として、生地はね、すごく肉厚でしっかりしてましたね。それから、それから、このダウン関係に関しては、これは本当ボリュームありました。中綿の感じですかね。 ダウンというか中綿でございました。これ結構毎年ね、定番的にあるようなデザインなんですけども、まあ安定感はあるかなと。で、いいなぁと思ったのは、こちらのテーラードジャケットですね。これもしっかり肉厚の感じで良かったですね。あと、こちらのコーデュロイ。コーデュロイはすごく気になりました。これセットアップでいけるっていうところがいいかなと思いますね。ボアのジャケット、こちら。まあこれですね。こんな感じもございました。 あとはフリースに関しては去年のものよりもいいなって僕個人的に思ったのがこれリバーシブルで裏がナイロンでしたねこれはいいなと思いましたただ7000円去年より値段上がってるかなあとはえとジャケット関係ですね結構え肉厚の感じがございましたねあとパンツ類ですねパンツ類もだからここら辺が セッットアププのタイプかなでそれからそれからこちらインナーでございまして、まあ、シャツ関係もざっとね一通り見てきましてやはり気になったのがこのスタンドカラーのシャツこれはねすごくね良かったです、えー、素材的にもそこまで厚くはないんですけどもあの えー、血の素材のような感じまあそこまでは厚くないけどもすごくね着やすい感じでしたね今着ているねこの無印のオックスフォードよりはまあ肉厚のような雰囲気はございましたねこれやっぱりかっこよかったですただもうちょっと時期いかないと着にくいかなっていうような感じですかねこの色良かったんですけど汗染みがねまだ出そうな気がするんですよでこれ,これも良かったですワイルフィットの、えー、フランネルシャツチェックシャツですねこれも良かったですね あとこれ、個人的にこれ、タートルネックの T シャツ、ロン T ですね。これは非常にいいなと思った。えー、素材がね、つるっとした素材で、とてもね、あの肌触りも良かったですね。あとは、えー、こちら、アンテのロン T でございます。それから、セーター類も、まあ、うん、まあ、今年着るか着ないかってのはかんないけど、まあ、一通りね、ざっくりなんですけども、見てまいりまして、まあ、ユニクロ U。 まあらしいいななとううような感じですかね、まあ、定番的なシンプルなデザインが非常にね、えー、魅力かなというような感じですね。このチェックのね感じがちょっと分かりにくいかもしれないけど結構これはね派手な感じでございました。女性が着ても可愛いかもしれないですね。あとねこのニットキャップは、まあ、もうこの通り普通のタイプですねでこのね。 バック類に関してはコットンっぽい素材で、まあ、ブラックに関してはちょっとホコリがつくような素材感だけどもまあ価格が安いこれで1990円だったらまあ非常にいいんじゃないかなとは個人的に思いましたあとレディース類ですねレディースはねそこまでは見てないんですけどもまあずらっとございましたというような雰囲気なんじゃないでしょうかえっ、ー、とねパーカーもね黒は結構余ってたかな そんな感じですねあとこれは着こなしがずらっと並んでおりましてじゃあ僕が今回これね何を買ったかと言ったらこれ前からね買うって言ってたものでございますまあ安定感やっぱありますよねこれでこの価格かっていうのは、まあ、確かにねアウターはね 個人的には少しあ高いなというのもあったんですけども、まあ、ここからさらにブランドつくとまたね2万3万とぐっと値段が上がるのでそれを考えたらまあお手ななのかなと思いますね、うん、まあ安定感まあね45年ねユニクロ U 続きますので、まあ、でも前ほどね急に看板してるアイテムとかありますかねあんまりその辺りないのかなとか思うんですけどもそうそうその前に奥さんがね 買ったアイテムこちらユニクロ u でございます。レディースでね、えー、モックネックで腕太めでございますね。これね。買いまして、これ今ね安いんですよ。ユニクロ u ね。発売したと同時にまあ、えー、っとにえー。9月20日、20日以前にもう常に発売されてたやつは値段がちょっとね。こう期間限定価格で下がってたので、これに関してはね。定価がね。1990円1990円なんですけど。 これ990円プラス税でございましょうめっちゃ安いねっていうことでこの色買いましたねあとは女性今年このね寝るシャツも人気ということでこちらも買っておりました買いましたでじゃあ僕のねものはと言いますとこちらでございますえっ、ー、ともうねこれ何枚ねっていう感じなんですけどこちらでございますじゃじゃじゃーんとロンティでございますロンティはねもうすでにねブラッ とえー、パープルとホワイト持ってまして、まあ、追加購入でございますね。これが春に出たモデルなので、まあ、多少は違うのかな、でもここら辺の,、えー、っとこのネームタグ、ネームですね、こちらはまあ一緒ですね。それで何色を買ったかと言いますとですね、まだ髪がついてな、ま、いてる。 で、えー、こちらでございます。半袖のね、T シャツでも持っておりました、えー、ダークブラウンでございますね。えー、クルネック T シャツの、えー、長袖、ダークブラウンでございます。価格が、えー、1990円プラス税、サイズが M なんですけども、これもね、なんかね、期間限定価格になってたんですよ。まあ、期間限定価格になって、あ、これ、得だな、今のうちに買っとこうと思っての購入で、 これいくらあったかなあレシート見ればいいかレシート見たらいいんだなえっ、ー、とねレシートにはですね1290円プラス税めっちゃ安いですね速攻安くなってる速攻安くなってるまあねこれからね僕が好きなロンティーの時期はやってまいりましたのでまずポケットツーキー T シャツの、えー、ブラウンでございますこれはね少しこう、まあ、何色かね混ざってるような、えー、ブラウンということで、えー、夏半袖買って気に入りました多分同じものだと思います であとねこちらでございますこれはね時期になって絶対買おうって思ってたカラーですねこれは色番的には35番のブラウンでございます M サイズですねこの色はやっぱめっちゃいいですよねあのブラックのねパンツとかにもね合わせやすいと思うし当然デニム関係もそうだし あとベージュ関係、ブラウン関係のチノパンにもね非常に合わせやすくかつ今年のトレンド的なカラーなんじゃないかなと思っての購入ふ、まあ、普段は、ね、あんまり着ない色で基本的に僕あのブラックが好きなので、まあ、ブラックだとかモノトーン系が多かったんですけど、まあ、今年は、ね、ちょっとこの辺り着たいなということでですね、まあ、ユニクロであれば、まあ、そこまで、ね、あの高いものではないので。まあ ね、気軽にチャレンジできるっていうことでですね、えー、買ってまいりましたということでまあいつもねあれなんで、まあ、こっちの色だけとりあえず着てみましょうかはいではですね実際着てみました身長 171cm58kg、まあ、ぐらいで M サイズですねここはね結構ね余裕はあるかなと思います、まあ、着こなしによって、まあ、僕の体型だったらワンサイズ上で、まあ、ゆったりね着てもいいかなと思います当然ね、S サイズでも まあいいけるサイズなななんじゃないかなと思まますす肩に関ししても少しこう落ち込みはありますねこんな感じでございますますあね、安定のユニクロ U のロンティということでまあ素材感も、ね、しっかり肉厚なのでですねとても着やすいあとこのカラーやっぱいいですねこのブラックのねパンストのね相性も非常にいいんじゃないかなと思いますまあブラウンはねでこちらダークブラウンは、まあ、一回着てみましょうか はいこちらのねブラウンも着てみましたやっぱこの色いいですねすごくねこう合わせやすいんじゃないかなと思いますね今こうブラックのパンツだけどもベージュ系のねパンツとの相性も良さげですねやっぱり着やすいねこれ程よいサイズ感、まあ、通常のね M サイズよりは多分全然大きい作りだと思うんですけどもとてもね着やすい一着になっているんじゃないかなと思いますよし はい、いかがでしたでしょうか今日はですね、こちらユニクロ U のロン T を、えー、まず購入いたしました。まあ、追加でね、えー、もしね、まあ、追加購入するんであれば、やっぱりこのね、スタンドカラーのシャツと、あとはこちらの、まあ、タートルのね、このロン T もいいなと思って。ね、今年だからね、えー、春僕がユニクロ U のアイテム何点か買ってると思うんですけども、結構ね、あの、わーっと思ったのが、 結構値段一気に下がったじゃないですか僕が,で僕が気に入っているカーディガンも最終随分値段下がったんでまあ今から着られるアイテムとしてはまずローンティを買ったんですけどもちょっと厚物に関してはどうしようかなって正直思っちゃってるんで価格ねちょっと下がりすぎてもあれかなと思うんです がまあその辺りはでですすすねね様子見てて、ねえー、購入しいいこうと思いますまずねこちらロンキー2色の追加購入でございましたという形で終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございましたお買い得したでしたではまってみてくださいやっぱりねこれ素材感いいですね張りがある素材もうここの、ね、リブなんて最高なんですよ